ザクロ坂の仇討ちは、浅田次郎による短編小説。中央公論2002年2月号に掲載され、短編集、五郎次郎の五始末に収録された。2014年9月には映画化された。2014年9月20日に公開された。同じ浅田次郎原作の壬生義士伝で主演を務め、日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞した中井貴一が仇敵を追い続ける彦根藩士、志村金吾役を追われる敵役、佐橋十兵衛を阿部寛が演じている。井伊直弼役を演じる中村吉右衛門は1995年の主演映画鬼平犯科帳劇場版以来19年ぶりの映画出演となる。監督は若松節郎。全国255スクリーンで公開され、20日21日の2日間で観客動員 86,646 人、興行収入1億 389,900 円を記録し、映画観客動員ランキングで初登場第4位となった。彦根藩の下級武士、志村金吾は、家中随一の剣術の腕を認められ、藩主である大老、井伊直弼の禁守に取り立てられる。直弼の人柄に惚れ込んだ金吾は、命に代えても直弼に仕えることを誓った。しかし、安政7年の桜田騒動の際、金吾は、下手人、佐橋十兵衛を追いかけ行列を離れてしまい、その間に直弼は、水戸浪士たちに討ち取られてしまう。主君を守れなかった大罪を犯した金吾に対し、彦根藩は、打ち首の処罰を考えたが、金吾の罪を背負い自害した良心に免じて、打ち首を取り下げ、その代わりとして、水戸浪士たちを討ち、直弼様の墓前に首を備えよと命じる。あだを探し全国を歩き回る金吾だったが、水戸浪士たちは見つからず、金吾は、切腹を願い出るが、ご下命の撤回はないと家老に言い渡される。失意に沈む金吾だったが、妻の節に支えられ仇討ちのため、水戸浪士たちを探し続ける。桜田騒動から13年が過ぎた、明治6年。すでに、彦根藩は存在せず、新政府の改革により、武士も姿を消していた。しかし、金吾は13年前の命令を果たすため、ひたすらあだを探し続けていた。桜田騒動に関わった水戸浪士たちも、江戸から明治へと時代が移る中で、次々と死んでいき、唯一人生き残っていたのは、金吾がかつて追い詰めた十兵衛だけとなっていた。その十兵衛はすでに刀を捨て、直吉と名を介者夫として生きていた。司法省の役人となっていた、金吾の親友、内藤新之助は、武士としての矜持を持ち続ける金吾の姿を見て、力になりたいと思い、かつて、水戸浪士たちの取り調べを担当した元評定所、乙女役の秋元和恵警部に相談を持ちかける。同じ武士として、金吾の助力を快諾した秋元は、金吾に十兵衛の居場所を教える。金吾は即座に十兵衛のところへ行くが、その日、新政府は、仇討ち禁止令を布告する。十兵衛の人力車に乗り込んだ金吾は、十兵衛が自分と同じように良心を失い孤独に生きてきたことを知る。人力車がザクロ坂を登り切ったところで十兵衛は車を止め、自分を撃ってくれと願い出る。金吾は自分の刀を与え、十兵衛に一騎打ちを願い出る。金吾と十兵衛は一騎打ちの末にもみ合いになり倒れ込み、十兵衛は再度自分を撃つように願い出る。十兵衛を撃とうとする金吾だったが、命がけで国を思う者を無下にするなという直弼の言葉と、国を思う者に、不当な処罰を与えれば、誰も国を思わなくなるという秋元の言葉を思い出し、十兵衛に新しい人生を生きてくれと諭し、十兵衛はその言葉を聞き泣き崩れる。一騎打ちの後、十兵衛は自分を慕ってくれている正と千代の母子のもとに戻った。一方の金吾は節のもとに向かい、これまで自分を支えてくれたことに感謝の言葉を伝え、共に家路につく。企画が持ち上がったのは2012年4月、文庫本で38ページの短編である原作を2時間の映画にするための脚本作りに難航し、30回以上の改稿を重ね、原作に登場しない親友、内藤新之助や十兵衛のその後、金吾と妻、節の関係などが掘り下げられた。妻、節約に広末涼子を推したのは中江であったという。追う者と追われる者という役柄の関係上、中江と阿部は日常会話さえ控えて撮影に臨み、完成報告記者会見では監督にこんなに仲の悪い人たちはいないっていうくらい、二人は話をしなかったと茶化されるほどの徹底ぶりだったという。公開を直前に控えた9月15日に、中井と若松は豪徳寺へ井伊直弼の墓参に訪れ、ヒット祈願を行った。ありがとうございます。